こんばんは、こんばんは、こん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 。翔太こんばんは。チェイジさんこんにちは。よっ。島崎一山さんこんにちは。ラプンツェルやっほー。クロさんこんにちは。赤ちゃん本当にね、焼けすぎてやばい。なんか人によってはさ、赤くなってから茶色くなるとかもね、こちらもうストレート茶色くなるのよ。マジ茶色、茶色なるっすよ。ちょっと待って、初見です、こんにちは。初見ありがとう。釣りしてってやっは。ピッコではてな。ツインちゃん、そう、今日はね、あのライブはね、サイドポニーだったんだけど、メイさんのね、誕生日に向かうことになって、メイさんがね、ずっとね、ほんと1年中ってぐらい、誕生日は、私の誕生日は、佐藤羽ツインにして、ずっと言っとるんよ。やけしました。だから今日はね、いつもと違う髪型。みちおさんこんにちは。ここは天国かってテールが2つ。そうよ、たけしやっほー。今日偵察に来たところ見てましたこんにちは JH さん、ありがとう。そう、めっちゃ恥ずかしくて、なんかね、そのアイドル博のさ楽屋、待って、さっきさ、もしかしてさ、フォローしてくれたでしょ。なんかね、あの、なんか楽屋っていうか車待機のアイドルさ、すっごく多くて、めっちゃ探したんだけど、その周辺をほんと10分ぐらいずっと探してたんだけど、ほんとに見つかんなくて、だからって言ってさ、いろんな車を全部ジロジロ覗くわけにはいかないじゃん。だからどうしようと思って、でも絶対会いたかった。今日なんかあゆみさんと、ユンさんなんだっけ、2人なんかくらい、なんかラストみたいな、絶対調べたら絶対今日挨拶行きたいと思って、でライブも見てて、なんかもともと前園ちゃんとは、その前園ちゃんの前世の時からちょっと仲良かったから、そう、その子がいたからね、そう、今日もね、ヤッホーって言いに行けたんだけど、でライブ見てて、そう、ライブ見てたことも前園ちゃんは気づいてくれててね、さっきいたよねみたいな話になって、そうで、もう本当に分からなすぎたけど絶対行きたいという執念から、もうあそこで待機してた厄介オタクみたいな、職権乱用薬価オタクだったけどね、絶対今日話したかったの。だからね今日ねご挨拶したけどさ、ずっとさ、衣装でさ、うるうるしてたから変な人だと思われてるかな思ってました。ちなみに私はギルドしおりでしたよ。しおりなんだっけ、しおり0322だっけ、で人です。わかるかな、わかんないかも。ラスちゃん今日ありがとう。はなりが会ってないし、しゅうたん今日ありがとう。ありがとう。はついてかわ、ついて好きなの、ついてついて、ナイチお疲れさん。パンパース来た、パンパースやば錬金頑張ったからご褒美ってこと。錬金お疲れハンドハンマーやっほー。スクショタイムください。いいよ、じゃあこれお休みと合わせて。ライブ中にしんつそうそう、でも本当に今日やばくてね、あの足の裏が熱すぎて、あの衣装のね靴やばい、もうみんな死んでて、もう手と足も力がなかったのでそれって、やばい、え、焦げてる、本当に、いや、もともとジグロなの。美味しそう、ありがとうちいちゃるこんばんは。みんなさ、明日からもめちゃくちゃ平日なのに、こんな時間遅くにしたのに来てくれて
ありがとう。まるちゃんいる？ありがとうでした。月田、やっほー。やっほー。ツイッターは JP。やっぱそうだ！ちょっと JPJ さんから噛みまくって。そうだよね。嬉しい、さっきフォローしてくれた。ありがとう。なんかリプもしてたのさ、なんだっけ、マジカルさん。え、マジカルさんめっちゃ面白かった。今日さ、一番話したよ。その今まで話したことない人で一番喋ったなんかその説はみたいな話になってさ、めっちゃ盛り上がったよあのギルドを燃やしまくってた話してたよ。本当に面白かった。ごっそり一夜にゃほ。今日初めてチキ頼んでくれたね。うちまたうちやえ、最近さ、なんか意識的にじゃないのに内股なんだよね。根がぶりっこなのかな。めっちゃね、内股になっちゃうの面白。今キミコギルドで数少ないアクティブメンバー。え、そうなの。今どんぐらいの人がさ、キミコギルドさんで動いてんのもう最初でもさ、あのイベントの時ほどはさ、触れなくなったからめっちゃ燃やされるんだよね。ふうわさんこんにちは。ゆっきーさんこんにちは。ゆあみさんこんにちは。あやののし、そう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 、そうよ。あやのんちゃんと緑のメンバーさん、あ、多分同じグループだったの。2人とも前世の時から、2人がね、その時から知ってたからって感じなの。感じ、見てみんな、有名な明日ばっちゃ、さっきふみに1個開けたえ、これさ、楽屋に持ってたらみんなでさ、みんなさ、飲みたい飲みたいっすよ。みんなちょっとずつ飲んでたよ。明日ばちゃん、有名な明日ばちゃんゆあちゃんやは、いつもホルとして。え、それさ、なんかさ、その人のさ、あの、なんていうの、ロードを取るっていうのがさ、ちょっと申し訳なさすぎてやったことないんだよね、取るということを。その人が育ててるのにさ、ゲームとはいえど撮ったらなんかかわいそうとか思っちゃって、やったことないんだよねだから建物もさ、1個建てられないの。マーボさんこんにちは。こんにちは。茜色のマンドさんこんにちは。魚さんこんにちは。シャウピースさんこんにちは。ヨウちゃんこんばんは。ラブンテチャンキュー、いいや。キーさんこんばんは。あれはパンパンじゃなくてメリーズ微妙にこだわっててウケる今日会えて本当によかった。優しい、配信まで来てくれて。ドスコイパンダさんこんにちは。パンダふくふくレベル7になりました。徳ヤギさん、ショーチョップ、ね、今日さ、しおりが遊んでる時さ、なんか絶対毎回出会ってさ面白かった。めっちゃさ、本当にライブとライブの間2時間半とかあったじゃん。なんかさ、車の中でさ、ボケってしようかなとか思ったけど、なんかさ、せっかくさ、この時間と思ってさ、めっちゃうるうるして、自分のやりたいことをした。食べたいものは食べたし、配信したいと思ってたからできたし、話したいと思ってたアイドルにも会えたし、マジ完璧。今日のムーブ完璧だった楽しそうでよかった。あなたたち暑い中、ふじくんこんにちは。よし、こんにちは。すずちゃん、すずちゃんさ、しおりのことさ、ツイッターのプロフィールに書いてくれたの本当に嬉しい。ガニ股より内股の方がいいさ。羨ましい、本当？でも別にいつもじゃないよムキムキやは。マイドさんよ、マイドさん、お持ち帰りした。そうそう、めっちゃあったけ。でも本当に一番最後帰るときはなかった。俺も明日ばちゃ最後で日本スタッフの方が、あ、日本渡されたの、やば。チープもしかなかった。なんかね、わかりやすく言ったら、なんか麦茶と緑茶を割ってちょっと腐らしたみたいな感じ。まずくはないの。腐らしたってなんて、置いた熟したみたいな味。なんかね、かもなく不可もなくこの感想、かもなく不可もなくです。
その絶対メンバー好きだと思って、特にメイさん好きだと思って、あ美味しいって言ってた。フミも絶対好きと思った。フミとメイさんは当たりだった。でマリアとさやちゃんがめっちゃノリ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 って楽屋で、あーって感じ。まあ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 。うたさんこんにちは。ひまわりさんこんにちは。しおりちゃんたくさんいるのかってくらい出会ったね。そうそう。いや本当にしおりが歩いてる時 100% あったの。会ってない時ないもん。すごい。結構ずっと歩いてた。あなたたちも楽しかったね。なんか最後に写真撮れたのも良かったし、7人だからずっと出てるし楽しかったね。なんか最初はさ、若いで出るってなった時びっくりしたけどさ、でもこれがさ、もし10何人ずつとかだったら本当に大変だったんだろうなって思う。クマのクリスさんこんにちは。あれも3日間の最後にしおりと、一番最後だったの姫が。贅沢な女。しかもリップめっちゃ美味しかった。なんか楽しいってしおりがやってくれたからよかったみたいな。そんなこと言ってくれるの。クマのジャッキーさんこんにちは。しおりとお酒強い。うん。あちこやっほー、今日会えたと思うんだな。しおりの方が嬉しかった。ライブなんかさ、そのメイさんにも会いたかったしさ、みんなにも会いたかったしさ、何より普通にさ、あの直接言った通りさ、あの時あそこにいたかったっていうのもあるしさ、最後だしさ、あとなんか好きなのそのお祝いをしてるされてるっていう図がすごい好きで、その愛って感じの空間がめっちゃ好きだから、ね、本当に行けてよかった。でもなんかさ、ライブしてないから物販だけ出るのもなんか申し訳ない気持ちもあったんだけど、多分結局行ってよかったなって思ったしね。話してくれて嬉しかった。本当にあなたの気持ちよくわかると思った。きっと昨日一昨日とかでさ、ツイートしてたし、どうしてもメイさんに会いたかった。でもね、リマさんがいなかったらさ、一人だったらちょっとさ、どうしてたかわかんないからさ、本当に本当に助かった。さあ、ビコさんもビコさんでさ、しおとリマさんがさ、その行きたい行きたいって言ってたからさ、車で送ってくれないよ、直で。神対応。神対応すぎるよね。そう、めっちゃ走ってたりも。オオカミ青年さんこんにちは。マロさんやっほー。今日まつげめっちゃよくない？調子見て、パキン上がっとらん。やったー、やったー。なんかさ、マツパパリジェンヌしてから、なんかさ、その知ってくれたお姉さんがだいたい1ヶ月半で取れましたけど、全然取れてないよね。いつ取れるんだろう。いつやったかもわかんない。6月いつやったっけ。ちょっと写真見よう。キンキンさんこんにちは。あよ。今日嬉しかった。20日話すと思ったのに今日早く話せた。やったー。本当はね、ライブもねワンチャンと思ってめちゃくちゃ頑張ってね行ったんだけど、ね、無理だった。そうでもそうだし、明日バーチャー飲み放題になったり、再入場自由になってる。毎日少しずつねね改善していってる。でもさ、結局楽しかったんだよね。いろいろさ、まあ突っ込めばいろんなものは出てくるけど、それはすごく楽しかった。本当にすごい楽しかった。野外いいな、野外楽しいと思って。あと水着着たりさ、浴衣着てライドさんもいいなと思ったから、それは浴衣がしたいの。水着を取って、浴衣がしたいと思ったから、ピコさんに浴衣とかやりたいっすって、野外もやりたいし浴衣とかやりたいっすって、オフ会やりたいっすってめっちゃ話してた。そしたらね、9月とかいいっすってめっちゃね、それは押してたけど、送ってください。カンテナがもう、よし、こんにちは。ひめこんばんは。今日は、嬉しかった、本当に。今日、野外からのさ、G4。一緒だったね、周りが。楽しかった。いいね。それじゃあ、動画で見るよ。G4 の姿。なんかすごいタイムラインとか見て、なんかみんなで歌ったみたいな。見たすぎと思った。もうさ、今日のさ、メイさんもだしさ、あさってのレナちゃんもさ、両方とも生誕声出してめっちゃいいね。
今日見つけた時泣きそうなメッセージめっちゃ可愛かったんだけど、今日はねとりあえずついてはーって荷物を下ろした瞬間にメンバーが楽市楽ぞ始めますって言ってて、ちょっと待ったのあれをしようとリマさんみたいな、結構なんか価値観似ててリマさんと、そのなんかその儀式ってかすごい大事大事じゃん、それを見たくてとりあえずそのまんまでもう髪ボサ顔ボサになりますね状態で、行ってあのサイドポニーのやつこうやって見て儀式が終わりかけたと思ってはっって、今から10分ぐらいで準備しようっつってカーッて、まじか姉妹に何飲む、え本当本当のこと、私お酒全く飲めない、本当に全く、ピピさんこんにちは、可愛いので白くつけて、えそうそう隣になったいやもともとさやってたのロモバで、しおり今ねイベントしてなくてもね毎日してるよ、バリア張るために、でもね24時間バリアとね8時間バリアとかしかないから、3日間バリアとかもないの、だからねその24時間をさあの使うやらないといけないから、そのバリアを張るかあるのと一緒に入ってる、でもたまにその張り替えのタイミングでさ燃やされてるんだよね、張り替えようと思ったら燃やされてるの、あ時間が調節うまくできなかった、え今度会えたらいいのにジェット PJ さん、キラーズこんばんは、キャーって初席あの声やばかったよね絶対今日さめっちゃでも顔ニコニコしてたから楽しかったんだろうなと思ってさ、すごいさあの心がね柔らかくなった、ケケヤッホータンポポファンタジーさんこんにちは、またよろしくね、息抜きできた、息抜きできた、ほんとよかったよかった、息抜き枠だからねでもなんかさそういうことも言ってくれるのも嬉しい、なんかさ何も隠さず言ってくれる感じがいい、トラトラさんやっほー今日はありがとね一日中ずっと一緒にいたよね今日しかもプレゼントもね嬉しかったよ、嬉しかったやばい、買ったのに食べてないおにぎりがある、あ潰れちゃう、でこういうのない、買ったけどさ食べるの忘れててさ潰れたおにぎりからしめたいか、処理を探しちゃうのはこれじゃないのに、これじゃないのに、これじゃないのに、あれでアピチョンさんのどっか行った、違う袋に入れとるかもしれへん、アピチョンさん待って、見たいの、見た見たのともき、違うカンパさんこんにちは、こんにちは、にゃんハガミさんこんにちは、今日の服かわいい、今日の服ふりふり、服は髪はこれはメイさんが好きな外羽ツインテール、でもさ見てなくしちゃったのボタン2個、ここほら2個なくしたのだから2個ないこれめっちゃ前に買ったね服よ、だからねどんどん壊れちゃう、壊れちゃうの、ツインテール綺麗な女性本当に、これはね今日限定、なんかねツインテールっていう髪型は好きなんだけど、ツインテールをしてる自分があんま好きじゃなくてやらないんだよね、まあ、メイさんが好きって言ってくれたからそれねまたやっちゃうじゃんね、こんばんは内村さんこんにちは、はじめまして、なんか昔の新規版も出して楽しかった、え、わかる、昔の新規版超わかる、なんかその話、なんか俺らの新規版ってそれなって思った新規版良かったよね、あれでさアイドルがめっちゃフライヤー配りしてたらガチ新規版だったよねG4 もめっちゃ楽しかったよ、よかった、早く動画見たいもん、ヤッホータクロチー、え今日多分一瞬だけ見れた、なんかねあのあとミーティングがあって、あのライブ前のえちょっとね香ばしいでね行ってみたんだけど、多分会ってたら、見えた、えちょっとかっこいいところだよね、違うのか、違ったらどうしよう、なんかステージよく分かんなくてさ、多分ちょっと調べたら多分そうかなって思うとこ見れた、もうさ見たら嫉妬しちゃうからちょっと
チョコさんこんにちは、はるかさんこんにちは、こうきさんこんにちは、たくやさんこんにちは。そういえばしおりん飲まないイメージやもん。宇部行く予定から。そうなの？しおりん飲まんよ、本当に飲まん。年一ぐらい、年一に二口で脂肪。話し方がなんかちょっとね特徴的なのよね、コミュニケーション。そういえばレナちゃんからグミッツェルもらったんだよ。昨日はオレンジジュースもらったレナちゃんよっちこんばんは、鈴木さんこんにちは、夏希さんこんにちは、ヒロさんこんにちは。わかる、おにぎり潰れるよね本当に。パンがよく買ったの僕。そうそうそう、でただ食べるの忘れちゃうので、買った時は食べようと思ったんだけど、で買ったことも忘れちゃうので出てくる。ゆうせい、ゆうせい、ゆうせいくん、ゆうせい、ゆうせいくん、どっちがどっちがいい。ショーチだから話せることとかあるし、毎回ショーチだよね。え、嬉しい、嬉しい。ショーチだから話せることあるとか言ってもらえるの超嬉しい。あれ、その服の後ろ止まらない。え、そうだよ、止まってないよ、ほら止まってない服これ服壊したから服止まらないんだよね。だからね、開けっぱ。え、この前さ、あの石川で遠征の時さ、本当に最初自服服上手に着れないんだけどさ、後ろのさ、このちゃ、なんていうの、ジーってやつさ、なんか微妙にこのぐらい開いたままさ、オフ会出てたら行くと本当に気づかなくてさ、あの女の子のファンの方が教えてくれて、開いてるよゆみちゃんに直してもらった。やばいよね、お洋服可愛いよね、似合うのにね。ツインテール、キューブも可愛い、うちの緑もこっちと言えるよ。え、誰推しなの？ちなみにデーマンさんこんにちは、チョコちゃんさんこんにちは。ショーチが拡散したわけでもないのに、ミスキングの少し思った以上にあとでリツイートしよっかないいね、伸ばしたい人面白かったでしょ、あのフィールの話。ちょっとテンション高かった。トム超まだ元気だしね、マジ力あり余ってる、もう楽しい。なんかさ、逆にさ、車の中とかでさ、ちょっとなんか1時間仮眠したとかの方が逆にもう眠たいモードに入っちゃって、元気なれないの。これレナちゃんがくれたグミッツェル食べよ。グミッツェルだから ASMR してあげるね。だからこれしとる。愛子さんこんにちは、かりたまさんこんにちは。今月末は大阪ライブ行くし、その次、マジ？めっちゃ会えるじゃんね、楽しみ。個人的に曲が全部、曲が好きなの？何の曲が好きなの？ゆうせいでもいいし、ゆうせいくんって呼ばれるとキュンって、ゆうせいくんにしようキュンってしてほしいから。あゆちさんこんにちは。ね、この前も来てくれなかった？あゆち猫って子、そうか、ツインテールから髪、そう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 、まとまっちゃおけ。チャーさんこんにちは。一応話、押してないけど一応あやのに話してる。そうなんだ、あのちゃん主人なんか一番話せる子だった。なんかすごい仲いいとかじゃないんだけど、会話したことあるって感じ次回はお金取るのもなしにして、みんなガンガンビラ配りに。ほんとそうだよね、ビラ配りしたかったけど、ビラ配りできるのにもさ3万だけ。4度 C さんこんにちは。あと白のマジカルはハートとも仲良しかな。すごい、正直今日喋ってた2人だ、2人しか喋ってない逆に阿久津さんこんにちは。それでこれ今から ASMR っすね。ちょっと食べてる顔ブスかもしんないから隠すね。いくよ、これか。これぐらいでしょ。じゃーん。それユーチューバー。あれ、あれ、あれ、あれ。
くるし、明日ばちゃん、明日ばちゃん、あ、ゆうせいくん、あれしてあげるね、食レポ。こちらアイドル博、アイドル博で話題の明日ばちゃんいただきます。緑茶と麦茶が味はまず緑茶と麦茶が混ざってちょっと苦くしたみたいな感じです。わかりやすく言ったらね、そういう感じなんだよね。ゲッ、あくつさんこんにちは。音が可愛い音一緒でちょっと ASMR の人になっちゃった。ガリガリ、あんま見ないんだけどね、 ASMR の動画あんまか、あんまね、あのあれない、興味なんか流れてきて、たまになんか好きな人と好きな人がコラボやってて、それが ASMR だったとかだったら見るけど、検索してみたりはしない。アスペル総賀さんこんにちは。方は違うか、あ違うかな、あんそらくん、やはふみちゃんとこ行ったから行ってらっしゃい。ちょっとだけでも見てくれたしょ、見た、あのメッセージ来たら見るでしょ。走る男さんこんにちは。えみちゃんマジでだ、好き。今日出てた、あ天気が心配しても、なんとかのドルマミレでの、ドルマミレランニングみたいな名前のやつ、君とならなララララのやつあれカタチオの曲だよね。それあれが好き、あの雨上がる前に光差し込んだらのやつ、涙太陽のプリズム、あれ好きだったよ。日をかけるよってやつ、なんとかのラララララ、なんとかランララランみたいな、なんとかかんとかブブブブブのパンちゃんが歌う。葵さんこんにちは。今うちは大炎上中だから、しおりさんが偵察に来てくれたこと。何大炎上中って、どうしたの、何炎上してんの、出方ええもうさ、まだやっとるん、ドーム場のじゃなくて、ドーム場のイベントまだやってるの、それが終わった後ってこと、面白い。確かにさ、うちらのギルドめちゃくちゃ燃やされてさ、燃やされた時は悲しかったけどさ、でももうさ、イベントが終わったしさ、普通にさ、本当に話してみたかったからさ、単純にめっちゃ嬉しかったし、俺は君恋さんのね、そこに行ったよ。お疲れ様です、バンドジャパンなんですけど、でも
あのロムバッお世話になりましたって言ったらあーってなったよ。ちひろさんこんにちは。モノナムイさんこんにちは。ぬこさんこんにちは。リラップーさんこんにちは。今回の ASMR はため息がねあれやばかったよね。めっちゃ笑いながらさやっちゃった時のやつやろ。メイさんこんにちは。アンガと気になってしまうぜ、うん、どこに売ってんだろうね。初めて見たこの名前を。あねレンジだ。やっほー。今日木田さやちゃんとちょっと喋ったよ。コンさんこんにちは。大西なっちゃんさんこんにちは。前は ASMR めちゃめちゃ好きなの見るのが。顔むすさんあコメント嬉しい。こんにちは。はじめまして藤崎しおりと申します。ぶんぶんさんこんにちは。噂の明日はちょそうだよ。かもなく不可もなく味。黒シャツのけいちゃんさんこんにちは。ドラマ見るランニング、そうだよね。形ちょっと今ないよ。もうね解散した。解散っていうか、うん、先女神のやめてみたいな。ゆりたんとさめっちゃ仲良かった。あーだラッケさんこんにちは。ジョイさんこんにちは。まず赤ちゃん、ね、ツイッターで君声かこれこれを検索した。え待って待って見よう。なんで炎上してんの。まあ君声さんが炎上してようがしてなかろうがしおりはローママの話をしに行っただけだから気にしない。そんなこと別件別件。ハリーやっほー。泣き虫メガネ、そうそうめっちゃ好き。形の曲だよね。今日あるタタ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 タ聞けた。あれは僕かけツイッターで男女してるからしおりさんが来てくれることに。あ本当によかった。元気よかった。でもその大炎上してたとしても言ったと思うけどね。関係ないもんだって。別にしおり迷惑、しおりが嫌な思いとしたとかないし。のぶのぶさんこんにちは。歯が急あラプンツェル自由になったよ。なんか写真撮ってると思った。あ見てたの。ねなんであ話してきたことなかった。やっぱ挨拶だけ。やっぱ大丈夫大丈夫。時の届いたから。院長さんこんにちは。メグロンさんこんにちは。とめちゃん説明されたやつがよくて見たら今見てない。そうなのか。今しおりちゃん見てるもんね。お姉さんに指導してもらいながら大爆走してたしおりちゃんめっちゃ後ろが大暴走だった。爆走だった大爆走。ふみちやんでしょねえ。かわいいしおりちやんって言ってた。でもそれね、あなたに呼ばれて一番好きな名前は呼び捨て。かわいいしおりって言われたらキュンってくる。体調を崩さず楽しんで終われて。え全然全然崩してないし、あと3回ライブできる。全然疲れてないもん。チュンキュゲヨさんこんにちは。この間あのフェス行ったら1曲も分かんなくて終了した。分かんなかったの。NC マックさんこんにちは。ワンダ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  ZPJ さんいるよ今。今日君恋さんとさ写真撮ったのさ、いい人だったよみんな。面白かったすごい。あのねマジカルハートさんめっちゃおもろかったよ。好きあの人仲良くしたい。めっちゃ面白かった。あの説はすいませんとか言われたよ。面白いと。主人が今日さ行ったやん。そしたら今度は私たちが偵察しに行きますねと。面白い大爆笑してた。仲良しになりたい。一ノ瀬洋さんこんにちは。まるこさんこんにちは。あまるこちゃんだ。片番曲だけどもう一回歌って。何がタン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 さんこんにちは。俺アイドル博あ博仕事で行けなかった。あ画像見たってことか。写真撮ってるとこ見たんかと思ったね。なんかどうしたのケンさん。
トレブルジュいたね。ありがとう。こんばんは、ゆうきさん、こんにちは。今度話しに行きますね。話し方、そう、話し方カタカタしてるでしょ。話しに来てよ。どこに住んでるの？トムさん、こんにちは。ちょっと見た。仲良くしたら攻めに行くから、攻めろ攻めろ。ZPJ さん燃やしてみたい。そうそうそう。受ける。今度対バンでさ、たまたま出会ったら面白いけどね。ねえ、 ZPJ さん、塩のさ、お城の横来てくれるって、燃やしやすくなったね。ねえ、燃やしたいからワンダー燃やさないで、塩が ZPJ さん連合軍組んで、厳しい。どういうこと？強い ZPJ さん、もしかして。それじゃあ燃やせないか。雑魚だもん。もう美味しい。すぐ燃やされるもん。もう24時間ばり、あと1個しかないし。チェ。うん、ああ、先生、こんにちは。まゆさん、こんにちは。はじめまして。森のくまさん、こんにちは。しおちゃん、お電話からの駆けつけ、ご堪能、お疲れ様です。さすが、そそくせつ上がり。そうなんだよ。オタクなんだよね、やっぱり、気持ちが。ねえ、あちこちゃんいる？なんか、途中から入ったけど、猫プラとか知ってる曲やさん、知らない曲だけやっていただけ。やっていただきました。全然知らなかったのか。はじめまして、はじめまして、ゆうきさん、ゆうきさん、ゆうきくん、ゆうきちゃん、東京住んじゃん。へえ、だだだ、いつか会えるかもね。これさ、今日めいさんのさ誕生日だっただけどさ、めいさんのファンの方からにいただいたの、めいさんの写真集。嬉しい、嬉しい。さっきこの曲聴けたって言ってた曲の何だったっけ。なだたんたらら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 ら。え、メイさん可愛い、美女がいいね。写真集出せるだよ、これは。え、マイさん、マイさん誰？メイさんってパーツの一つ一つが綺麗だよね。あ、昔のメイさんで懐かしい。うわー、 うわ懐かしい。ねえ、3、4年前のしおり見て。面白い。あらあら、連合軍。あ、チェ SK さん、こんにちは。ドンドロさん、こんにちは。めちゃうまされんだけど、しおりちゃんのことなんだよね。え、おなでしたから、なんでも呼んでもいいよ。どうしようかな。どうしようかな。え、アイドルのことなんて呼ぶことが多いの？組んでも一緒に攻撃できる ZPJ のこと、それとも、え、強い、どんぐらいな、もしかして奥超えてるやつ。あいあい、それはね、5000万くらいになった気がする。5000
5300万個で。分かった。え、一緒に潰すってこと？じゃあ今度治安つけないで。え、呼んでよ。ショーチュプ、セイジさん、こんにちは。懐かしい話したらすぐアンインストールするから。もう、もしたん。え、なんかさ、楽しかったし、みんなとやれて楽しかったからさ、なんか消すのもったいなくてさ、消してない。でも、かわいいね。いつも思ってる。嬉しいけど。行くって、あ、消した。なんか予約の方法わからんかったらさ、ちゃんと教えたい。ふみちゃんと。ピアテーマさ、よろしくな、コージさん。ふみさん、めっちゃ。わ、しおりがオタクしてた頃のバンダイヤパンダ。わー、横になってる。なんだこれは。いや、ウェブはそうだから、そんなにいいの。で、まあ、嬉しい。メイさんとのツーショットは全然映ってなかった。横にしないと。OK。あ、リバイバルだ、リバイバルって言ってた、歌いながらリバイバル言ってたよ。ね、ジェット PJ さんと友達になった、友達になっても見やしますって。そう、ハリーあの燃やしまく、燃やしまくってきやがった人たちが。え、ジェット PJ さんはもやし、もやしまくって、え、うちらのこと、ね、あの人ってさ、なんだっけ、和光さん、和光っていたじゃん、めっちゃ。あの人ってさ、女の人なの、男の人なの？いや、会ったことある、あの和光って人。え、出会ってみたい、あの人興味がある。あんこさん、こんにちは。どのイベントかわからないけど、来週同士くっつきよう。え、あのね、そうだよ、それゆなさん、こんにちは。うちはついに25人切ったので、本当、うちに来なよ。にべっこさん、こんにちは。え、今うちらさ65人なんだよ。くっつく、くっつく。9たーさん、こんにちは。リバイバル感、そうそうそう、買った僕がけでもない。え、カバーのどこなの？もう買ってもさ、あれさ、カタバの時歌ってなかった？あ、僕かけの時どこから来たん？マトウさん、こんにちは。それ僕かけが好きだからさ、それ聞いてたの。そう、この時茶髪よ、結構。これ本当にね、3年前とかのしおり。なんでこんな茶髪だったの？変なの。メンさんとのツーショット、これはね、4年前くらいかな。19歳のしおり、これ。この時髪の毛巻けなかった。あゆたんいる、あゆたん。つかせちゃんもいる。つかち、え、かわいい、このメイさん、え、かわいい、何事？え、かわいい。やば、これ買う、どういうこと？じゃ、これ撮ってる人めっちゃうまいな、このフィルターの付け方。誰これ撮ったの？誰かこれさ、つくしゅうツイートして、誰これ撮ったのって。天才だよ、このフィルターの人。つくメンさんの顔にすごいぴったりなさ、かわいい。
バンジャージャパンが始動したのって2014年の8月31日なんだって。キラリさんこんにちは、あやなさんこんにちは、チョイタさんこんにちは、伊沢元弘ヤッホー、イエピーポーンさんこんにちは、イーノさんこんにちは、おさだ、さんフォロー、ありがとうフォロー、嬉しい。ザクさんこんにちは、よーく、え、怖い、ちょっと、なんでそんな強くなったの。クソ強じゃん、うん、ね、激弱設定にしてよ、ボコしたいから。ねえ、症状率はゼロ、一個多かった。ちゃん好きが一番を呼び捨てはず、呼び捨てにしてもらおうかな。ワンダ縦画面になってたね、なんかしとったら縦画面になった。ラブタイムわらわら、今日も可愛いわね、ミントンちゃん。スクショ今日のスクショタイムです。おー、いた、観光中にアインストールしたから、結局半分の日本語で、はーいや、秒じゃん。海月さんこんにちは、タンタンのキツネくんこんにちは、みそはるさんこんにちは、ジルさんこんにちは。まことは最近ニュースのできるじゃん。え、そうなの、え、それこれたのやつ、チャンピオン、なんそれチャンピオンって、え、何する何する、うちのギルドまでやってる人、え、いると思うよ、なくなってはないと思う。え、何ニュースのて、え、見てない見てない。ナーミンさんこんにちは、今のが可愛いとか目のところのほくろ、え、これあ、これ ZPJ 専用のスクショタイム、ツイートしてよ、しおりちゃん可愛いって。はい、 ZPJ の Z、え、しおりもね、自分の顔のパーツで一番好きなのはこのほくろなの、2番目がここ、このほくろ2個あるの。たっちゃんさんこんにちは、地下アイドルしてるのかな、そうだよ、アイドルしてるです、こんにちは、よかったらツイッターも見てね。のりちゃんさんこんにちは、ツイッターはすごいうるさいです私とかね、今日マジうるさかったよね。何歳に見えますか。23です、23歳。あと8ヶ月で24歳になりますから、23歳半。アイドルかツイッターでお腹いっぱいになれたよね、中傷、そうだよ、楽すごい荒れてたからね。今何、あ、栃木さんこんにちは、8年前ね、少女が入ったのは2017年だから、バンドジャパンができて3年後に入りました。JMK さんこんにちは、ももかさんこんにちは、あ、フォローしてくれてありがとう。ねえ、 ZPJ ってなんでそういう名前なの、な、みんなでなんて呼ばれてる、なんて呼んだらいいの。ゆうちさんこんにちは、しおり、今度言ってみて。言わせよう、会った時に、ゆうちゃんやっほー、イエーイ、大好きこんばんは、肌きれいねって。今はないニキビとか、主題歌見てたら国王軍に連合軍、え、何潰されんの、フォエ違うの、てか国王変わったの、潰されんのあんた、かわいちゃう。カオピョンさんこんにちは、エモリンゴさんこんにちは、ハーコーコさんこんにちは、ツティさんこんにちは、バンザイの近く、なんでお隣来てくれるんじゃなかったの、食の配信終わってさ、開いてお隣いてくれるのも、まあ、願ってるけど、ネアさんこんにちは。トルロさんこんにちは、
こまめさんこんにちは、まさきさんこんにちは。特典でペイペイ払いと au ペイ払いとクレジットカード払いできますか？特典、特典買うとき高んない、買ったことない、その高いシャーシャーで可愛すぎ。お肌バーバブすぎるってこと、ブスなんてあるのか、バブすぎる。もうたまにニキビとかできるよ、今できてないけど。ゆうせいくんのゆ、カタカナゆ、ゆうせいくん用ドアップ。キラン、闇の巣窟で連合軍組んでたんだけど解散してランダム転送で逃げた。逃げれんの？逃げれたならよかった。前さ、和子さん、和子さんって誰なの？チャンピオンって会ったことあんの？テッド PJ は。しおりちゃん、すみちゃん、すみちゃん好きな顔。あきらさんこんにちは、みかどさんこんにちは。さっきまでにくっついてたけどすぐに連国王軍に連国回ってくる。なんでよ、戻ってきたよ。ひまちゃんさんこんにちは、逆なのよ。どう、ゆ、ゆうせいの。このさんこんにちは、はらぺこさんこんにちは。ティン、やらついてかわいい。これはめいさんが好きだからしたの。もうちょっと幼く見えちゃうからね。どうなんだろう。わっ、こうさんはちょい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 今ちょいちょこちょ今なんだ、おじいちゃんっていう名前でツイッターとか。おじいちゃんなの？全然和子じゃないじゃん。なんで和子さんなの？この恋だけは。マナさんこんにちは、ラブ。マナさんこんにちは、アズマッチョさんこんにちは。初破壊サイズをちょっちょるよ、噛みすぎた。マナさん、チェキ会は万歳は現金のみですか？僕も気になります。だってあね、チェキの時はね基本現金よ。でもオンラインの特典とかは返そう、クレジットか。え、ZPJ とワンダは喋ったことあったの今まで。さとちさんこんにちは、ピスタチオです。こんにちは、ゆうきくん、マイク時代メイクで配信してくれよ。今度やろっか、いいよ。リブチアおやすみ。あずまちょさんこんにちは、ちなみにまこさん30代なの？もっと上の人だと思ってる方なに。マリーついてるかわいい。ハンター？でもストレートが好きでしょ。ワンダーさんに聞いちゃう。現金会ったことないんですよ、うん。ちなみにワンダーさんは、ね、大阪の人なのよ。梅さんこんにちは、オンラインはこれかとキャリア決済ならいけると思う。現場だと現金しか。そうだよね、現場では現金のイメージ。了解です、言ってる。うちのたまんささん
向こうさんなんかそうなのたまんじゃん。ツイッターのおじいちゃんって名前でやってるんだね。やったツイッターで見てたら似合うのが見えた。本当ガンガンにガンガン濃いメイクやってみようかな。この配信でパンダスーツが好きなイメージがめっちゃ強い。もうツインテール本当にね1年に1回ぐらいしかしない。メイさんの誕生日だから特別。友達同士が出た小さま寝落ちぽよじゃないしやっほー。現場でオンライン買ってチェキ現でチェキ取るため。あーチェキ券をオンラインで買うのね。オンラインだとちょっと安いから。アルティタマさんこんにちは。もうちょっとで配信終わりにしようかな。明日はね何時だろう配信全然決めてなかったんだけど。てんちゃんどうもこんにちは。これから寝落ちするから寝落ちっぽよ。寝落ちっぽあっそあゆむさんこんにちは。おやすみ。スクショしてよ。こんなににこやかに中指立てる人いないよね。オッケー。ゆうとさんこんにちは。すじさんこんにちは。現場でオンラインで買ったチェキ券。そう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 。全然入ってないよあなた。ちょっと固まっちゃったかも。そうなんかね、オンラインだとそのでもねまとめになっちゃうの。ま、十何枚とかなっちゃうから、その十何枚で買うと1枚分お得でついたからみたいな感じなんだけど、また最初の時はねえそんないっぱいか適当な最初とかだったら普通のあれかもしれない。でもね確かにオンラインで買った方がね、うん、どこっちゃうとこ長い目で見るとそう。でも、ね、初見1枚無料だから。初めて来た時は1枚無料よ。明日はお休みじゃないよ。いつもさ月曜日にレッスンじゃん。それが今日だったから明日それがレッスン。明日はボイトレもある。今はねそれ滑舌が悪いから歌声でちゃんと言葉がはっきり聞こえるようにするっていうのと、あの低い声を出すトレーニングをしてる。すごく今それを主にボイトレしとる。桃の投資さんこんにちは。秒で気づいて書き直してたくさやばいやばいと思うえなんて呼ばれるのが好きなん。ちなみに呼ぶか分かんないけど美甲欄に今日もらえます。そうそうそうすぐもらえる。よちまんありがとう。よちまたね今日ねえ嬉しいありがとう。嬉しい方喋るの下手ありがとう。ペラーン、ペラーン。起きたおはよう。名古屋市行くそう。来週が、名古屋に行って、来週が、金曜土曜が名古屋、日曜日が石川で、さ、来週、30、31は大阪なそう。で、来月の8月はめっちゃ都内におる。でも平日は、にいるよ、都内に。アイドラックテレビになんかなっちゃったよね。キムコも確か名古屋。マジ？てか来週の名古屋さっき躊躇したけど早く詳細言いたいぐらいなんで、めっちゃでかいラムなんだよね。また素敵アイドルになっちゃう。ほんと頑張るよ。ボートレ歌上手になりたいもん。なんか今はなんか更衣室に助かってるみたいな分かんないけど、でもね前なんか
ボルトに言ったらなんかそれで本当は声を太くしたい大きくしたいって言ったらなんかしおりさんって呼ばれてるんだけどしおりさんはなんか声を太くするというよりなんか自分のその声をなんか長所にしてみたいなしてなんか生かす歌い方が絶対合ってるって言われてなんかその練習を最初めっちゃしてた。うん、おやすみ祝辞はい。撮った？ワンちゃん映ってないかなと思ったけど映ってなかったか。カチューツワールド本当にいいことないよね。本当に。で腰投げてくれててありがとう。それではもうコウタさんでいいよ。なんかそれ以外違和感よかったうちらの一番近い呼び方がさん付けってこと。タスピーこんにちは。ネムネムだったのにネムネムじゃなくなってしまう。それのおかげで起きちゃった。今さらコウタとか見たそれはそうおのおつでしたね。今日いたよね。なんかさ楽しそうにしてくれてたからね。いっぱい見た。ゆう友達なの？ゆうせいくんと。えマジ？火曜日さんこんにちは。ドアラさんこんにちは。田中からあげくんさんこんにちは。撮れてよかった。ピオリンさんこんにちは。ラプンツェルおやすみ。個室可愛くていいもんね。先生もそう。なんかねなんかこの個室の人がかっこよくとか声を太くするのは結構ね難しいんだって。ククおやすみ。しおりちゃんおやすみなさい。ちゅしどっちがしかわかんないから両方。しおりせいだよ。しおりせい。しおりとゆうせいでしおりせい。うちさんこんにちは。たけしおやすみ。はい今日の足の裏。ああ。ゆうせいやん死ぬほど久々。どんぐらい久々？二人とも赤くない？山口雨すごい。そうなの？へえ。今日雨から朝からいたのに体力終わった。そんな中見てくれてありがとう。しかもあんな真っ昼間にね。スクショはいただいた。スクショはいただいた。この映像二人とも赤ちゃんの時じゃん。だってさゆうくんも若いでしょ。めっちゃ12とかでしょ今。5年前7歳でしょ。やばいね。反射ありがとうね。ラブよく若者がてる。ミミさんこんにちは。助かります。ちょっと違う合ってるか分からなかった。たけしありがとうございます。いいよ誕生日おめでとう。合体幽体離脱。しおりちゃん、あなた最後までいてくれたの。うれちです。今日はいろんなアイドルさんと写真を撮ったり動画を撮ったりいろんなことができて楽しい一日で私はとっても充実していました。次のライブはあさってです。あとみんな8月23開けといてね。海賊フェス絶対来て声出し可能なかな。ラプンツェルバリアしてってよ。ワンダーがいっと中学やば。同い年やばガチじゃん。りょうりょうさんこんにちは。 T さんこんにちは。花丸さんこんにちは。疲れたと思うのでさ楽しんでね。あさっちね週末配信終わったらカラコンぶん投げて服着替えるよ。あくびしてないし別にあくびしてないし。ここに刺さってたアメピンが痛くチク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 。じゃあ今日はお疲れさんです。ユウが1個のそうなの。じゃあうちらの1個上ってこと。そしたら僕はこいつの頃くらいの予算帯って6年やばいね。簡単じゃないのよ。何友達なの。かわいい。それはさ頑張るわ頑張る。
お疲れなん、お疲れなん。ではでは、今日も一日ありがとうございました。バイバイ。うるうるしおり抱きしめたくなはい、欅な、そうなんだ。知らなかった。セルフモリモリさん、え、かわいい。モリ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 セルフモリやばいセルフモリモリさんって言ってる、あなたがかわいい。ちょっとおやすみ。通用さん、こんにちは。またどこかね、急に現れるもんね。リュウコさん、こんにちは。あれだ、リュウコってデスノート。おやすみな、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね。バイビくん。